唐津市の養豚場で発生した豚熱について、県は発生場所周辺の移動制限を解除し、消毒ポイントも廃止しました。これで県内の豚熱は収束したことになります。唐津市肥前町の養豚場で確認された豚熱について、県は今日午前0時、半径3キロ以内の移動制限を解除しました。先月20日の防疫措置完了後、 28日が経過し異常が確認されなかったことから全ての制限が解除されたということですこれで移動制限区域内の7つの農場の豚の移動や出荷が可能になりますまた市内3カ所にあった畜産関係車両の消毒ポイントも廃止されました8月30日に1例目の感染を確認して以来続いていた貿易対応は全て終わり 県内の豚熱は収束したことになります。